はい、どうもこんにちは、ケズトワです。今日はですね、ダナン移住に向いてる人、向いてない人ということで、僕の経験上、こんな人はダナンでの生活が向いてる、向いてないっていうのをね、お話ししていきたいと思います。でね、ダナンは確かに人気のリゾート地で暮らしやすいっていうのは確かです。ただ人にはやっぱり向き不向きっていうものがどうしてもあります。もしこの動画を見てくださっている人の中でダナン移住を本気で考えている方がいらっしゃったら、この動画の情報を参考にしていただければと思います。ではね、早速説明に行ってみたいと。おいや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 ーす。はい、ではまず早速向いてる人その1なんですが、これは素直な人ですね。ベトナム人っていうのは日本人よりも、コミュニケーションがストレートな方が多いんです。まあ、コミュニケーションの距離感っていうのがすごい近いです。例えばなんですけど、まあ、日本人とかだと何か本当に思っていることがあってもそれを、直接言うんではなくて、まあ、心に留めておくっていうのが、まあ、美徳とされている。でベトナム人の場合は逆にその包み隠さずに、まあ、言ってほしいっていうのがやっぱり強いんですね。国民性としてベトナム人の方からするとやっぱり隠されてると分かんないんですよね。言わずに察するっていうのはやっぱ日本人特有の気質であって、まあ、そういったものっていうのは他の国だと、まあ、あまり通用しないと思います。本当にベトナム人の方ともっと仲良くなるためには隠さずに思っていることはストレートに伝える、これがめちゃめちゃ大事です。はい、では続いて2つ目なんですけど、人とワイワイするのが好きな人です。ベトナムの方って飲み会とかパーティーとかめちゃめちゃ好きなんですよね。例えば日本だったら職場の人と飲み会って聞くと、例えばもう気使うなとかめんどくさってなって、まあ尻込みする人多いじゃないですか。だけどもベトナムの方ってもう例外なくみんな飲み会好きなんですよ。その職場とか友達とか関係なく、で基本ベトナムの方はもう飲み会を通して仲良くなるっていう人がすごい多いです。特にそのベトナムの中でも、まあハノイとダナンとホーチミンって、まあ3都市メインなところあるんですけど、ダナンの方って結構割とシャイな方が多いんですよね、その他の地域と比べて。で飲み会っていうのはもうその仲良くなる絶好の機会なんですよね。で逆に、まあ、そういった人とワイワイするのちょっと苦手とか、まあ飲み会自体がまあそんな好きじゃないよっていう人は、まあ、ぶっちゃけ会ってないと思います。なんでまあダナン移住はまあちょっとやめた方がいいと思います。はい、じゃあ3点目なんですけど、順応性がある人です。ベトナムは当然、まあ、日本とは環境が全く違うわけなんですよね。例えばローカルフードが絶対に食べれないとか、日本ほど清潔ではないのが嫌だとか不満に感じてしまう人っていうのはもう向いてないです。まあ、そこでね、あ、これがベトナムか、楽しいな、いいな、おもろいなでポジティブに考えれる人っていうのはすごい向いてると思います。でポジティブで言うと、ポジティブシンキングできる人っていうのもめちゃめちゃ向いてると思います。ベトナム人の方って基本的にあのポジティブシンキングの方がめちゃめちゃ多いんで、あの例えばね、何かにつけてネガティブになっちゃったりとか、整っていない環境に対していつも不満を言ったりとか愚痴を言ったりっていう人はもう向いてないと思います。多分東南アジアに移住しても、まあ、日本に帰ることになると思います。でね、4つ目、フットサルが好きな人です。ベトナム人の方って部活何やったんって聞いたら、だいたい7、8割ぐらいは絶対サッカーって答えるんですね。でこれはやる方も見る方もそうなんですけど、サッカーの試合になったらもう街中の人たちがブワーってもうバーに集まって、みんなでもうサッカーの試合見るんですよね。でもうそのサッカーの試合見て、よっしゃーって言ってこう大声で騒ぐっていうのが、まあベトナムの文化の一つになりますと。なんで、まあ、サッカー部でしたとか、まあ、フットサルやってましたっていう人はベトナム人の方とめちゃめちゃ仲良くなりやすいと思います。え、じゃあバレー部はどないすんの、バスケ部やねんけど俺っていう人は安心してください。僕バレー部なんで。まあ、友達もね、まあ、あのいるので、なんで別にサッカー部じゃなくても普通に友達はできます。まとめると、まあダナン移住に向いてる人っていうのは素直な人で、人とワイワイするのが好きな人、順応性のある人、フットサルが好きな人、以上4点になります。今回の動画でね、まあ、ベトナム人の方がどういった気質なのかっていうのとかもね、合わせてお伝えできたと思うので、まあ、これを機に、まあ、ダナンにちょっとでも興味を持った方は、他の動画でもね、ダナンについての説明とか、いろんなことをお話ししている動画があるので、そちらもぜひ、一緒にご覧いただければと思います。ではね、本日の動画は以上で終わりとなります。今日の動画がね、面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価を、お願いいたします。僕の運営するブログ、KZY テック、日本脱出の教科書というブログでも、海外転職についてとか、あとはダナンでの生活について、あとはプログラミングについて、記事を書いているので、そちらもぜひよければ、ご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 Have a nice tech life.